同じような成果上げててもなかなか評価されない。自分の良さをもっと上手にアピールできたら、こんな話面白いですかね。めちゃくちゃつまんないんですよね。これでは伝わらないんです。成果を出した人ってここに気づいてないこと多いんですよね。盛らなくても十分魅力的になるんですよ。さあ、それではチーム大学行ってみましょう。今日のテーマは評価されるプレゼンテーションです。同じような成果上げててもなかなか評価されない、それは実はプレゼン方法にあるのかもしれないということで、今日は評価されるプレゼン行ってみましょう。まず皆さん、こんなことはありませんでしょうか。内容はいいのにプレゼンでコンペに負ける、競合に負けてしまう、成果発表みたいな場、社内とか何かコンテストとか、そういう成果を発表する場で優勝できない、成果が出ててもそもそも成功要因が分析できていない、アピール上手になりたい、自分の良さをもっと上手にアピールできたら、こんな思いありませんでしょうか。内容はいいのにな、中身はいいのにな、伝わってこない、評価されない、これすごくもったいないですよね。成果発表とかしてもですね、自分よりも内容が良くないのにプレゼンが上手いから負けるとか、企画の内容は素晴らしいのに社内のライバルに負けたり競合に負けたり、プレゼンテーションっていうのは評価に直結するものですよね。どうしたら評価されるプレゼンになるかということで、これからある法則をお伝えしたいと思います。伝わるプレゼンの法則でですね、シンデレラ曲線っていう考え方があるんですね。これは小説の書き方とかを勉強してるとですね、出てくる考え方なんですが、全ての物語はシンデレラ曲線でできてるって言われるんですよ。伝わるプレゼンっていうのはストーリーになってるっていうことでもあるんですが、シンデレラの物語ってどんな物語だったか覚えていらっしゃいますでしょうか。物語のスタートはシンデレラがいじめられてるシーンから始まるんですね。ママ母に引き取られてですね、血の繋がってない兄弟がいて、その中で貧しくて自分だけひどい環境が割り当てられてですね、掃除とか洗濯とか全部やらされる、まあそんな中で家族の輪にも入れない、それ疎外感から始まりますよね。そんなシンデレラにですね、魔法使いがやってきて、あなたを魔法にかけてあげましょう、そうやってですね、魔法で変身して綺麗に着飾ってドレスを着てカボチャの馬車に乗ってパーティーに出かけるんですよね。そこで王子様と出会ってダンスをする、すごく幸せなひとときがあるんですが、0時にですね、魔法が切れてもう帰らなくちゃいけないっていうことで、急いで魔法が解けたら全部元に戻ってしまいますから、急いで階段を駆け下りるんですよね。その時に履いてたガラスの靴が脱げて、でも拾う暇がないってことでそのまま帰るんですね。そしたら元の生活に戻ります。ですがですね、王子がシンデレラのことを忘れられなくて、名前も知らないあの人は誰だっていうことで、ガラスの靴をですね、手がかりにして探し回るわけですよね。そして見事見つかって、あなただったのかってことで結婚するということで、まあこういうストーリーじゃないですか。これを構造的に分解しますと、まず冒頭のシーンっていうのはビフォー状態、そして魔法使いのおばあさんに会うのはきっかけですよね。物事が動き出す動機、そして魔法で変身するカボチャの馬車に乗るというのは取り組みとかアクション、パーティーで王子とダンスするのはこれは変化の兆しですね。0時で魔法が切れるというのは困難とかピンチです。最後のハッピーエンドはアフター状態。こうやって分解するとシンデレラのですね、メンタルバロメーターがどう変化するかっていうのがこういう曲線になるんですよね。ビフォー状態の低い状態が入ってきっかけがあって、取り組みをすることで変化の兆しが見えてくる、パーティーに出てダンスを踊ってですね、一旦絶頂を迎えるんですが、もう一回困難に落ちる、それを乗り越えてアフターになる、この曲線のことをシンデレラ曲線と言ってまして、ハリウッドの映画とかほとんどこの構造になってるんですね。最初ろくでもない状態から始まって、何かきっかけがあって誰かと出会ったり、そこでですね、なんか取り組み始めて、なんかうまくいきそうじゃないかっていう変化の兆しが見えるんですが、それではうまくいかない、一回またどん底に落ちて、それを克服してまた蘇るっていうですね、このストーリー、これが王道のパターンなんですよね。でこのシンデレラ曲線なんですが、成果発表するときにですね、実は取り組みアクションとアフター状態、この2つしかプレゼンしない人が多いんですよ。今月なんで成果が出たんですかって言ったらですね、いやこれとこれこれやったんでこうなりました、取り組みアクションとアフター状態しかプレゼンしない、これでは伝わらないんですね。成果発表で重要になるのはビフォー状態、まず取り組み前がどんな状態だったのか、3ヶ月前はアポイントのリストもないし、見込みもないし、トークスキルもない、チームメンバーバラバラ、まあ、そんな状態の中であるきっかけがあった、それはチームのリーダーがみんなでなんかやろうよみたいなこと言ったとか、まあ、そういうきっかけがあって、そしてまとまり始める、そこで取り組んだのがトークのロープレだったり、リストの書き出しだったり、それを全員でやり始めた、変化の兆しが見えますよね。ところがそれではうまくいかない、なぜかもともとまとまってなかったチームがまとまるはずないということで、チームが崩壊しかける、でもそれを乗り越えた、なぜならこういうことしたからだ、その結果こんな結果が出たんだ。成果発表の流れもこの流れで言うとすごくスムーズですよね。取り組みアクションとアフター状態だけだと、あそうですかで終わっちゃうんですよね。こんな取り組みしたらこんな結果出ました、そりゃそうですよね
あなたたちだからできたんでしょうってなるんですけども、ビフォー状態を聞くと聞く人がですね共感できるんですね。そんなひどい状態なのにそれを乗り越えたんだ、ビフォーの状態で共感するわけです。で、きっかけを伝えることでどの人でもできるきっかけからスタートして、で取り組みをする。でも取り組みをしたらそう簡単にうまくいかない要素っていうのは必ずあるじゃないですか。その要素をちゃんと描くことによって共感しやすいものになる。同じものを伝えても、同じ成果のことを伝えても、ビフォーを伝えてるか、きっかけを伝えてるか、変化の兆しの後の困難とかピンチを伝えてるかによって共感度が全く違うわけなんですよね。でですね、このシンデレラ曲線を使ってプレゼンテーションするともう一ついいことがありまして、それは再現性が高まるということなんですよ。取り組みアクション、これだけを真似てもうまくいく場合といかない場合ありますよね。ですけども、ビフォー状態ときっかけが明確であれば、取り組みアクションがなぜうまくいったのか、なぜ有効だったのかっていうのが見えてきます。その取り組みだけでうまくいったっていうふうに終わってしまうと、簡単にいけたように感じてしまうんですけど、必ず困難ってあるんですよね。その困難をどう乗り越えたのかっていうことを入れることによって、ただのアクションじゃない、どうやって成果を上げるのかっていうですね、プロセスの再現性が上がるんですよね。シンデレラの物語も、もしも取り組みアクションとアフター状態だけだったらどうですかね。シンデレラっていう人がいて、魔法をかけられてダンスを踊ったら王子様に認められて結婚したんだ、こんな話面白いですかね。めちゃくちゃつまんないですよね。ビフォー状態の描写がですね、ひどければひどいほどその人に共感できますよね。いじめられて疎外感があって、そんな状態があるから魔法使いのおばあさんが現れたら、見てる人はですね、あ、よかった、シンデレラ救いがあったんだって思うじゃないですか。ビフォーがあるからきっかけにも乗れるし、そこでの魔法、それを一緒に喜べるんですよね。ところが魔法が切れるということで、またハラハラする。このシンデレラって物語って、よくよく考えてみると、シンデレラ自身は何もしてないんですよね。ただ魔法使いがやってきて、魔法かけられて、魔法が切れて、王子様見つけてくれる。シンデレラストーリーっていうのは、自分が何もせずに他者が助けてくれるストーリーなんですよね。でもその物語になぜ共感できるかっていうと、ビフォーがあるからだと思うんですよ。非常に恵まれない状態、苦しい状態、その状態を脱却できたっていう話。ただこのシンデレラ曲線は一つだけプレゼンテーションによって弱点がありまして、それは結論が最後に来るってことなんですね。もしも成果発表会でどんな成果が出たのかっていうのを言わずにですね、3ヶ月前はとかって切り出したら結構苦しいですね、聞くのも。なのでプレゼンテーションの場合は、まず結論を先に持ってくる。どんな成果が出たのか、どれぐらいすごい実績なのか、これをちゃんと明確にして、なぜそれが出たのかっていうのをプレゼンテーションしますと。そうやって最初に成果を宣言した上で、その結果こういう成果が出たんです、こういう組み立てをするっていうのは非常に重要なポイントなんですね。ということで、推奨ワーク、今回の学びをどう生かすかっていうことを3点お伝えしましょう。一つ目は、ビフォーの状態をなるべくひどく表現するということなんですが、これはですね、アフターの対比なんですね。ビフォーをですね、ひどく表現するっていうと、何かテクニック的なですね、創作をして事実を改ざんしてですね、表現するように聞こえるかもしれませんが、そうではなくて、アフターとの対比が成果ですから、成果が出てるんだったら必ずこのビフォーとのギャップがあるはずなんですね。それをひどいと取るか、いいと取るかは、アフターとのギャップなので、このアフターとのギャップを認識してるかどうかがここに出るんですよね。アフターだけ聞いたら素晴らしい実績。でもそれは普通じゃないんだ。ビフォーの状態ってこうだったよね。これをなるべく鮮明に、成果発表するということは、他のチームと比べて成果が抜きんでるということですから、他のチームとは違う結果を出してるわけですよね。ですけど、ビフォー状態は他のチームと同じだ、みんなと変わらない状態からスタートしたんだよ。この共感がすごく大事なんですよね。それがないと、成果が出た組織に対して、あなたたちだからできたんですよね、私たちは全然条件が違います、だから私たちは成果出せませんっていう風に共感してもらえない、再現性が低くなるんですよね。2点目はですね、ビフォーときっかけで共感を生むということで、まあ、繰り返しになりますが、ビフォーときっかけ、これが他のチームと同じ状態からスタートしたっていうことが共有できればできるほど伝わりやすくなり、尊敬の根が湧く、魅力的なプレゼンになるんですね。で、3つ目はですね、困難とピンチなんですけども、アフター状態の一歩手前、変化の兆しが出た後の困難とかピンチ、これはですね、成果を出した人ってここに気づいてないこと多いんですよね。無我夢中でやって成果まで行ってますので、その困難とかピンチに気づいてないんですけど、よくよく思い出してみると、結構悩んでたよねとか、苦しんでたよねとか、あそこ踏ん張りどころだったよねっていうところが必ずあるんですよ。で、ここを見つけられて言語化できるかどうかで再現性がめちゃくちゃ変わるんですね。なので、成果を発表しようとした時に詳細な振り返りがいるんですよね。なぜ成
成果が出たのか、ビフォーとアフターの違い、そのプロセスの中でどんな困難があったのか、何がポイントだったのか、これが見抜けると再現性が非常に高まりますし、プレゼンテーションの感動も大きくなるし、評価されるプレゼンになるんですね。まとめということでこの言葉をお送りしたいと思います。成功要因を分析せよ、そして正しく伝えよう。成果発表でですね、事実を捏造したりデータを改ざんしたり、そういったことは絶対にやっちゃいけないですよね。ですけども、魅力的なプレゼンテーションをしようとするとついついオーバーに言いすぎて盛っちゃったりとかするんですけども、盛らなくても十分魅力的になるんですよね。なぜなら成果が出ているからなんですよ。成果が出ているのに魅力的な表現ができないっていうのは、成功要因の分析が足りないんですね。ビフォーとアフターの対比だったりとか、そのプロセスでのきっかけだったり、取り組んだ内容の洗い出し、変化の兆し、そこで感じた期待感、そこから困難が訪れた時の苦しさとか、そういったものを乗り越えた方法、これを乗り越えたからこその成果となれば、捏造する必要なんて全くないんですよね。きちんと分析する、それを正しく伝える、そのプロセスをきちんと踏めば評価されるプレゼンっていうのはできていきますので、このシンデレラ曲線のステップですね、一つ一つシーンを区切って細分化してくると見えやすくなってきますので、ぜひチャレンジしてみてください。最後に、チーム大学では組織で悩むビジネスマンを対象に、成果の上げ方やチームの作り方、ビジネスに役立つ書評などをお送りしております。チャンネル登録、 Twitter フォロー、いいねボタン、コメントどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。